ということで、今回の企画はサビまでに泣けカラオケ。サビを一人歌ってもらいます。その間に泣けるかっていうチャレンジをしてもらいたいなと思ってます。難しいな。そうなんですけど、なんかやっぱ泣くにはエピソードが必要じゃないですか。それと歌う曲のエピソードを言ってもらって、一サビ歌って泣いてもらいます。そうですね、感情が入るから人の力って結構すごいから、でも一度や二度ぐらいは歌聞いて夜泣いたことあるんじゃないですか。僕はありますよ。夜とかは別に泣かない。ありますよね。子供の子の方が結構泣くなんか、お別れ会で上京した時にさ、最後カラオケでバイバイした時とかは泣いた。一人でその歌ってる人が泣くのは難しいから、周りが誰かが泣けばクリアします。一人でも泣けばクリア。こっちから順番に行こうかな。もう順番は僕からかな。最初の人が多分雰囲気作らないといけないから。でも太陽くん怖いよ。まあでもエピソードありますし、歌はもうしっかり選んで。じゃあ僕が選んだ曲は EXILE さんの道です。おわいい、いい。僕の中学校の卒業式に歌った曲だったんですけども、僕だけ離れた高校に行くってなって、それでみんなとバイバイしたんですよね。そしてその時、まあ、付き合ってた彼女がいたんです。彼女さんの近くの学校に行くか、僕が大好きなサッカーを取るかっていう二択だったんです。僕は結局サッカーを取ったんですけど、その別れが辛くて、すごい辛かったなっていう思いがあります。はい、その時に歌った曲です。あ、でもこれガチっすよ。すごい。思い出そう思い出そう。あなたもいない右。
ありがとうございます。クリアなんじゃないじゃん。確かに、ね、私が泣いちゃった。クリアの歌声に泣いちゃった。優しい。僕が今回歌うのは和義さんの歌うたいのバラッドです。中学3年生の頃に好きな女の子がクラスにいて、シャイな部分があってまだなかなか好きだっていう気持ちが伝えれなかったんですよ。で、卒業式で高校バラバラになっちゃったんですけど、後々聞いたらなんかちょっと両思いっぽかったみたいなんで、いやちょっとあの時言っとけばよかったなって後悔のたに自分の伝えたかったことが書いてあるので、それを歌っていこうかなと思います。歌うことは難しいことじゃない、ただ声に身を任せ、玉の中を空っぽにするだけ。
け。あ、高かった。最高得点。93点。私の場合さ、ワンちゃん飼ってるからさ、一緒っすよ、ほんとに。なんか今ずっとさ、元気で一緒にいるけどさ、いつこう離れるかわからないから、うん、そういうのを想像しちゃうと嫌だなって思ったのと、近くの人がいついなくなるかわからないから泣いちゃいました。泣いちゃいました。でももう最後の年なんで3人泣いてるからもう3人泣いちゃった。大クリア。すごい、大クリア。やった、達成です。美しい声で、うん、ヤミの声は花水木に合ってるから。あ、よかった。全然何、いつでも歌います。だって時はい、今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。次の動画も見てね。見てね。バイバイ。